山辺大とは古事記に伝わる古代日本の豪族。日本書紀では山辺大ではなく天湯がいた巨が登場する。名前から大和国山辺軍の人だと推定される。古事記には以下のような物語が語られている。水人天皇の時、小口分け王は成人しても長いこと言葉を発しなかった。ある時、 船遊びをしている際に、空高く飛んでいる、くぐいの声を聞いて、顎を動かして、片言を発した。父親である天皇は、山部大に、くぐいの捕獲を命じた。大は、木の国、張馬国、稲葉国、丹馬国、田島国、さらに東へ戻って、大見国、美濃国、尾張国、品濃国までくぐいを追跡し、越国まで行った。そこで、罠の網を張って、 くぐを捕獲した。ゆえにその港を、かずなみゆき水門と呼ぶようになった。しかし、巫女には一向に喋る気配が見られなかった。その後、天皇の大国主審の夢に基づき、出雲大社の神殿を天皇の宮殿のように修理し、参拝し、火山を築いたところ、巫女は喋れるようになった。このことがきっかけで、巫女にちなんで、鳥取部、鳥海部、本寺部、 若湯座が定められた。日本初期にも同様の物語があるが、こちらでは天遊川いたが活躍する。彼は天皇の命で出雲国まで追いかけて、くぐいを捕獲し、天皇に献上した。ミコはそのくぐいをもてあそんでいるうちに言葉を話すことができるようになった。そこで天遊川いたは姓をいただいて、鳥取づくりと名乗った。合わせて鳥取部、鳥海部、 こまれ粒が定められた、とある。しかし天湯が開いた日は本来鳥取連の園祖であって、水人天皇の時代の人物ではない。道の区国柴田郡には、式内社の大鉱山神社が鎮座している。昭和6年の命のある神社所有の兄口には、大高宮と記載されており、古事記の記載との関連性が伺われる。鷹を使って、白鳥を捕獲する方法が古代日本に、 大陸より取り入れられ、山部大という名前は、高野擬人家であろうと思われる。このほか、群馬県前橋市の小坂湖の南に、鳥取という小技が存在する。上野国世田軍13位の鳥取神社があり、祭神は、山部大である。ありがとうございます。